本、さあまずはゼファーボール、レッツゴーゼファーボーイマシュープリーオーリーナイスピーク。Let's go! Zephyr!
シュートで18得点を挙げ勝利に貢献しました。ナンバー6、小林大輔選手です。インタビューを行いたいと思います。小林選手、本日の試合を振り返っていかがでしたでしょうか。本当シーソーゲームになることは分かってたので、本当どっちに勝負どころで、力を発揮できるかというところで、本当チームのみんなが集中力を切らさずにやってくれた結果だと思います。ありがとうございました。それでは最後にですね、皆様に一言お願いいたします。本当にありがとうございました。